半年ぶりの、どうですか3人集まってそういう話ってなかなかレッスンじゃできんけんね考えサーバンドボールしたいっちゃねってそういうことじゃないからね勝ちたいからね言われてますそうじゃないですか怒ってるもん怒ってないもん怒ってるかここまでやりたいっていうのがあるのに進まんやってなるのが段取りあるよ自分ペコチの夢はちょっと非現実的な妄想みたいなザーじゃないんだよめーめーたけしの部屋はい、毎度おきに、T スタイル26テニスクラブのたけしコーチです。中原です。しらつです。僕たちは、福岡県東区のなじま運動公園を拠点としているテニスクラブのコーチで、レッスンでは4歳から85歳の方まで、テニス指導を、させてもらってます。すごい、今回半年ぶりの、本当すか3人集まってのそっか YouTube の前回は6月 の、 あの閉鎖した時です、ね、緊急事態宣言でそれ以来今年1回目の今年1回目の、うん、あ5月じゃないですかあれは5月に1回閉鎖して、うん、6月伸びたんですよ。ああその延長したよね、はい、うん、うん、そうやったね大変な年やったな本当ですねみんなもねそうですね、うんまあ、今回は12月の、26日曜日に、行った、ワンポイントチャンピオンシップについて話していきたいと思います、うん、寒かったですね寒すぎましたねその日だけその日だけその日だけめちゃくちゃ寒くやばかったやばかったねでワンポイントチャンピオンシップは1ポイントだけの試合、うん、最初に、フィッチから始めてサーブ権、うん、リターン、コートを決めて、フォトセッションして、うんサーブ練習して、うんそこからいきなりマッチポイント、うん、1ポイント1ポイントだけで、勝敗が決まる、うん、それをトーナメントでやったんですね、うん、いや面白かったね、うん、面白かった、うん、23人なんですかね22人はい22ドロー、うん、だからベッキーコーチがね、うん、ポイント持ってるから、はいジョップの、うん、35歳メンズシングルス35ベテランのねの日本ランク50位50位でした高なので、うん、もう第1シード第1シードでポイントを持ってません持ってないですあでも出場した出場した第2シード持ってますよねうんそうね持ってる持ってますだから資格資格としては第2シードで、みんなはポイント持ってないから、うん抽選スマイルコーチに勝った人11位やそうですねすげえで中原を持ってないから抽選で、うん、すげえ稼いだよねどうでしたか大変でしたよね寒すぎて寒さでね寒さでウォーミングアップウォーミングアップできてないですねできてないですねうんでもその中でね、皆さん緊張しながらも、うん、本当にもう真剣にアップしましたね、こう、うん、本当にやっぱり勝負がかかるとね、そうですね面白いね、なんかね、真剣になってくれてで、フィッチでさ、その、どっち取るみたいな、うん、サーブがいいのリターンがいいので、リターンサイドもね、うん、決めてアドサイドがいいのディフサイドがいいの、うん、みたいなこう、そういうのが、まあ、ジュニアたちからも大人たちからもこう迷ってる、うん、緊張感の中でこう考えてるのが見れたのはすごく良かった、うん、そうですね嬉しかったね大人の方も、ジュニアも一緒にこうトーナメントで、やったので、うん、なんか面白かったですね、うんうん、1ポイントだからね大人も本気でやるし、うん、ジュニアも本気で向かってくるし そうね、そのプレッシャーが面白かったですジュニアたちのね、やっぱり思い切りの良さがすごかったね。うん、すごいわ。ねあ、セカンドもビュンって振ってた。うん、全然物おじせず。レッドみたいな。おーみたいな。みんなこ、見てるこっちがハラハラするみたいな。でね、あの、大人にも勝っちゃったりして。そうね。で、よかった。うん。ねだから俺らのレッスンね、ジュニアと大人、隣同士でやって最初にラリー一緒にしたりするね。うん、でその時に、もう、大人に、勝っちゃったから、うん、もう認めてくれて、うん、次のレッスンではちょっとこっちの方に入りなさい
という声も聞けたりして、ね、嬉しいよ、ね、そうですね、リスペクトしてちゃんと、お互いね、お互い、なんかグッドプレイヤーがこう見える感じし、うん、すごいね。そのワンポイントチャンピオンシップの前にレッスンがあって、うん、でその中で、いろいろその戦術、うん、パターンを、やったんですよ、うん、コンビネーション、コンビネーション、うん、けどもうちょっとね環境が整ってれば、うん、あれぐらい寒くなく、そう、風、うん、風、もうちょっと環境が良ければもっとこう丁寧に説明をしてやりたかったんだけどね。そう、気温1度ぐらいでしたね。風も強いし雪も降るし、体感温度はもうマイナスやったな。そう、指がもうかじかんで、うん、何パターンありましたよね。ベースラインで打ち合うパターンが、1、2、3、4、5、6、7、8、9パターン用意してて、サーブからのポイントパターンが5個、リターンが4つ用意してたね。ただまあ全部やるつもりはなかった、全部やれるとは思ってなかったけど、こう一つずつこう順番にこう理解できるところまでやろうかなと思ってた。で皆さんがそれをチョイスして、うん、その1ポイントでどうするか、うんですよね、どうでしたか、そのこう現場で言われたような、うん、質問がどんなのかとか、寒くてもうそういう段じゃない。その前の質問があったのはセカンドサーブの確率アップとかミスを少なくする、スピンサーブが跳ねない、これミスが多い、うん、相手が強いボール打ってきた時に打ち負けに肘が痛い。いろんな種類がある。そうですね、まあ、結局はだからコンビネーションとかっていうような、うん、質問よりも技術系の質問が多くなりがち、うん、ガチ、それは多分コーチたちみんなが感じてることだと思うんだよね、うん、打ち合う中でのっていう考えじゃなくて、うんうん、自分のワンショットに意識がすごくいくなっていうイメージなので、うんうん、どんな質問も、まあでも最初はそこだよね、うん、それ入らない次に進めないっていうのは、うん、気持ち的に分かるね、うん、ゲームっていう全体像を見るとフォアハンドの打ち方とか、うん、バックハンドの打ち方とかっていうのは、うん、大きなパーツではない、うん、ちっちゃい部分、そうですね、そこに行けばいいかな、うん、だからどっちがいいのかね、その皆さんが上達しやすいのは、うん、この大きなパーツを見て、まあ、小さなパーツがいらないっていうわけじゃないんだけど、うん、まあ最終的には必要ですね、小さなパーツが大事だよね、大事だけど大きなパーツではない、まあまあまあ、だから大きなパーツを見て、うん、見て小さなパーツも見てた、両方見てた方が上手くなるのか、まあね、最初、まあ、上達途中のうちは小さなパーツを丁寧にやった方が上達が早いのか、うん、どっち、そうなんですかね、ゲームですからね、なんかこう積み上げていきたいんですか、いやか、ほら、でもほら、うん、ほら、うん、概要をつかんどかないとゴール見えないじゃないですか、うんうん、時々あの瞑想してる人いるよね、ほら地図がないと、うん、あ大きな、大きなね、うん、ほらだからポイント取る、ゲーム取る、セット取るっていうのがテニスの根本ですから、うんうん、だから点を取るために、ゲームを取るために、セット取るためにっていう目的とか目標があって、それに沿ったものをパーツをつけていかないと、うん、だここが分かってないと、うん、綺麗なパズルにならないんですよね、うん、まあまあだからその目的がね、だからこう車作りたいのか、だから大きなものこの例えいける、いやいや、分かると思います、車を作るためのパーツなんだけど、そこの車をが見えてないってことでしょ、
タイヤとこれととかしてもそうやって車できんのって感じになって、でもハイエース作ろうと思ってたけどスポーツカー寄りなものいけそうやんみたいなのがいいわけやろ。まあ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 それでもいいんです、それでもいいんですけど大体これだからどんなプレーがしたいかでどういう部品がいるかパーツがいるかとかじゃないですか、全部がスキル、そうなんかポイント取るために何が必要かとかね、うん、じゃあフォアハンドの練習しようかとかね。ベッキーコーチはどんなゴールか、えどんなゴール、例えば俺やったらもうあのそれこそ20年前ぐらいだけどね、20年以上かイバニセビッチ見てたり、うん、サンプラス見てたり、まあそれこそフェデラーとかね、サーブ、あとはもう一番好きだったのはティム・ヘンマン、サーブの前、うん、だからもうそれがもう憧れだから、うん、もう練習でももうストロークの練習ほとんどしようかな、うん、好きなことばっかり練習してた、そこしか見てなかった、そうそうそう、あそう嫌い嫌いなっていうか嫌いでもなかったな、もうその意識がなかったから、うん、もうサーバーのボレーの練習がもう8割9割だったと思うすごい、だけどそれゴールがね、はい、だからそうちょっと偏って見えてた形でしょ、だからサーバーのボレーがしたいっていうゴールですよね、そう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 、だからそういうのがだからベッキーコーチはどういうゴールなのプレースタイル的にはポイント取るゲームとのセットゴールですよ、だから相手をどういうプレースタイルでとしたら、まあだから自分ベースラインプレー、そうですね、だから自分がまあしたいことっていうよりもできること、具体的にはだからクロスラリーコートのラリーが多めで相手より動くと、まあ早く動くとかラリー数は多めだよね、まあまあそうですね、だからエースを奪うっていうよりは相手のミスを引き出す、そうですね、どっちの方もまあできる、何で相手より上回れるかっていうことですかね、やりながら、まあ、まあ、そのと自分の持ってるものだから、だからベッキーは最初から自分がどうしようとは考えないわけ、あ自分が得意なものでいきますよ、だからまずは得意なものはフォアハンドでしょとか ラリーベースでいきます、ベースラインね、 あんまりネットじゃないよ、ネットじゃない、ネットじゃないです、コートだったら若干後ろ目、後ろ目で見ながらで速いフォアハンドじゃなくスピンペースを落とす、回転で回転で、ペースを落とすっていうかペースはあるのか、回転は多いからね、で相手の弱点を見つけていくか、まあそうですね、自分の得意な、まあ、バックにしますけどね最初は、でも、うん、クロスに打って勝てそうだったらクロスで行きます、ね、うん、堅実な、うん、簡単だし、ね、うんうん、そうね、相手も走るしねクロスの、トケシは理想は僕はもうボレーネットプレーで本当は行きたいんですけど、うん、なかなか無理やなっていうのはもう最近すごくあのだからさっきのパーツの話でいくとさ、トケシの身長でネットって言ったらさちょっと合わない、合わないね、合わないです、だから粘るしかないんですよ、粘りづらいんだね、まあまあほら、あだからそういう人多いと思うよ、うん、ね、だから自分の理想とするプレースタイル、まあ俺だってそうじゃん、うん、その当時でもそうだし、そのサーブ&ボレーって憧れはあったけど、うん、173センチなのよ、うん、だから周りで言うとやっぱ大きい人多いじゃん、うん、そしたらだから180とか185ある人が、うん、サーブ&ボレーした方が効果的だよね、うん、そういうことよね、うん、だから160センチでネットに行ってもアグレッシブにプレーするっていうとちょっと大きなパーツでちょっとそこ合わない、そう、うん、ちっちゃいパーツじゃないの、そう、まあ
そこだから僕もそこですよ。僕も本当はバッチリ打ちたいんですよ、うんうんうん、でもこの体で打ったとしてね。ああベッキーで言うとだからあれかフィジカル的に細い。そうそうそう、から筋肉が細いタイプだから打ったとしてもあのたかが知れてるから違うなってやめたんですよ、うん、早めにね。そうです、早めに気づいてやめた。じゃあもうその本当に今年気づいた、はい、無理やなちょっと気づくのが遅かった。勝負にこだわるにはってことですよ。その辺がちょっとあれかな、うん、環境とか。あでもこだわらなかったらいいじゃないですか別に。そうね、そうそうそう、好きなことやればいいよね。でも勝ちたいっていうのに、うん、それどうかなっていうミスマッチじゃないっていうと、うん、ちょっと考えてもいい。まあ勝ちたいという時にやっぱり目標の高さと、うん、あとは確率の計算がいるわな、うんうん、その自分が持ってるもの、うんうん、持ってる素材がもうあるじゃないですか、すで、うん、に与えられてるじゃないですか、まあ、こういう素材とこういう素材とそうそうそうこういう素材が与えられてるから、じゃあどう料理しようかなって。そうそうで相手とこうね、このなんていうんですか、もう互恐感みたいなもんやからね、うん、どの点数を高くして、まあ基礎点は全部いるよね。そうそうそう、基礎強化は全部いる、うん、赤点はダメですよ、うん、どれだったらね相手より上回れる、上回れるか、どこで勝負しに行くかっていうとこを、だからそういう話ってなかなかレッスンじゃできんけんね、考えるから、うん、じゃあ来年はしていきましょうか。したいじゃんねとかじゃないんですよ、まあ、みんながしたいと言ってくれればね。そうしたいじゃんねじゃないですよいや勝ちたいって言うんだよ選手がね、そう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 、選手が例えばたけしが、うん、サーブ&ボールしたいっちゃうねって、そういうことじゃない、そういうことじゃないって勝ちたいからね言われてますそうじゃないですよね夢打ち砕かれてるいや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 、自分の方がもう夢もありますからね。ありますよ、スミエコーチの夢はちょっと非現実的な妄想みたいな、うん、僕が言ってるのはもちろん言い方みたいな、まあ、まあ確かに妄想みたいな、僕は夢に向かっていける方、うん、こっちの方が夢に向かっていけるよって言ってるんですから、うん、妄想で語ってるとダメですよね、うん、違いますよね。まあ知ってるもんね、うん、そっちの方がもういけると思う、いける道だぜ、いけそうだよ、ある程度そのゴールを例えば見てないと、まあ、こっちの道行ったらもうそこ崖で橋も落ちてるよと、うん、まあ渡れないことはないけど、そうそうそう、死ぬ可能性高いよっていう、でこっちの方がちゃんとした道があって、うん、橋もかかってるぜっていう、うん、まあ、こっちは行けない可能性もあるんだけど、うん、行けるかもしれんけど死ぬぜっていう、うん、でじゃあサーブ&ボレーしますかっていう、まあとこやな、うん、そうそう、じゃあそれをサーブ&ボレー一発じゃなくて、あじゃあベースラインでクロス打ってとか、あ相手のバックハンドに高い軌道でパワーショット打ってからネットに行こうぜとか、ネットもだからサービスライン前にいきなり行くんじゃなくて、うん、サービスラインの後ろでちょっとフォアハンド打てるとか、うん、ドライボレー打てるとか、うん、っていうようなのをちょっと挟んでネット行ったらっていうようなアドバイスがしたいね、俺らもね。じゃあこの1セット取ったりしたら次のセットサービスダッシュ入れようかとかね、うん、そのちょっと状況が悪い時1回入れようかとか、うん、そういうことですかね。そうね、だからちょっと段階的になんか来年作っていこうよ。俺ちょっと思ったのはさ、この時にもジュニアから初めてクラスの人から初中級中級上級までの人って経験の長い人、うん、でコートを3面に分けてレベル分けてやったんだけど、メニューは一緒にするって言った時に、まずちょっとみんなに入りにくかったなと思うのが9マスのコートエリアをやってね、で、クロスコートに打つ、ダウンザラインに打つとかコンビネーションの打ち分けをやった時に、やっぱり初めてクラスとかこうジュニアの低学年の子たちは、ちょっとイメージしにくいのかな、頭のイメージが来づらい、うん、だからそれを例えばね、うん、段階的にするなら、9マスのコートエリアは、まあ、
最終的にそこにゴールとしていくんだけど、うん、6マスとか、あもうちょっと簡易的にする、4マスとか、はいはい、2マスとか、うん、っていうとこうちょっと段階的にちょっと来年は作って、例えば2マスだったら黄色と赤、赤なんかその左右、左右よな、うん、まず2マスにするとして、まあ、2ボールからいって、うんうんうん、でそれが4マス前後になる、うん、前後左右で真ん中って重要だから、うん、6マス、うん、6で最後9マス、うん、でしてったらなんか共通じゃない、うん、それを、うん、で初めてクラスの人でもそれが4マスとか6マスまでこう想像できるんだったら したらいいよね、うん、まあね、まあでも色でも持てたら簡単かもしれないです、9、うん、9、あの赤、黄色、青、青、青、うん、やっぱりあのね、友達の時でもそうやけどあの言われよったやん、たけしが友達しよって、こう向こう側で生徒さんが、うん、ダウンザラインってどこですか言うてこう、あ打ちながら、うん、次どこ色で言った方が分かりやすい、うん、とかまあ色のコーンを置いとくとか、うん、マーカーを置いとくとか、うん、ベッキーコーチの初めてクラスはボレーとか言わないの、あ、ノーマン、ボールを落とさずに打ちましょう、ノーマンで打とうよ、落とさずに右側で打ちましょう、うん、そうっすね、ボレーっていうとなんかこうせないかみたいな、そうなんよね、やっぱりそこのイメージが勝手になるんで、 CC とかクロスコートとかダウンザライン DL とかっていうのはちょっと上手な人構えちゃう、上手な人用じゃないですか、はい、はい、斜めにイメージしづらい、まあ、斜めに打ってとか、ね、まず1球目斜めで帰ってきたらまっすぐ、そういうこうちょっとこっち側のコーチたちがの丁寧さも必要なのかなとちょっと見てて思った、一見スミエコーチが丁寧に見えますけど僕丁寧そういうあ、一見ね、一見丁寧に見えますけど、あの優しそうに見えますけど、ね、僕の方が丁寧、僕の方が丁寧なのかもしれないです、なんかそうノーバンで打ってねとか、なんでかね、右ねとか、なんで優しそうに見えるのですか、フォルム優しそう、優しそう、ベッキーコーチなんか話しかけられてるとかあんまり見ない、話しかけられてますよ、話しかけられてますよ子供たちに結構、あでも怖いっていう、怖いっていう大人から話しかけられやすい、ああそうやね、頑張ってるからジュニアの子にね、この間あのガムに、ね、あれ面白かったわちょっとあの眉毛に僕眉間にシワが寄るんですよ、それをいじられて寄ってる、寄ってるレッスン中ね、うん、怒ってるって、うん、怒ってる、怒ってるもん、怒ってないもん全然いや怒ってる、まあ怒ってるとか怒ってるつもりない、たけしの中でやっぱこう段取りがあるね、うん、もう真面目に段取りを組んでるからもうあの玉拾いとか早せんともう時間がないから怒っちゃう、怒ってる風にここまでやりたいっていうのがあるのに進まんやってなるのが嫌です、段取りあるよ、ここちょっと段取りあるよ自分段取りあるけどしょうがないもんね、しょうがないベッキーは段取りあるけどあのもう6割5割でいいように最初から思ってる、段取りある、もうみんなが遅いとかみんながこうね、ちょっと理解がついてこれなかったとかしてもまあ5割6割で OK と思ってる、うん、その時はね全然、それがまあ次また改良してまた理解を深めていければいいと思ってるから、うん、でも最初なかったんですかそういうの、え最初からなかったんですか、最初の方はあったかもしれないですけど、うん、あったかもね、まあ、最初はあったかもしれないですけど、ね、うん、そういう時代が、うん、でもまあまあ最近はないんで、ここでも5、6年はないんじゃないですか、うん、もういっかなみたいな、もういっか諦めたように言わないねしょうがないよねみたいなみんなって作るんですか、僕が作るもんじゃない、そうね、みんなが主役だから、そうそうそう、時間をね、うん、その時間を、うんうん、
僕が支配してるわけじゃない。みんなと共にちょっと支配しようとしてる。支配しようとしてる。引っ張りたくないですか。そうね、まあ早く来ない。うまく、うん、そうですね、上手にしたいよね。いや、僕だから、僕羊、みんなが羊。はいのクラスの方はやっぱりこう、あの、応援したい。でも子供たちは怒られるから素直にたけし怖いって。頑張ってんだよね。まあ、なります。はい、はい、ね、だからまあこれも経験ですね。悪くないっすね。いいと思うんですね。まとめましょうか。はい、まとめると、まとまりません。何の話しちゃったか分からない。じゃあまとまりません。終わりましょう。もうまとまんないですか。じゃあまとめてください。何の話してたんですか。そのワンポイントじゃん。めちゃめちゃ脱線する。いや、脱線はしてないよね。そうっすか。そう、で、そのやっぱ質問がやっぱその技術にとらわれやすいから、そのゴールとかそのなんかね、本質的なプレイヤー、まあ、体格とかフィジカル、うん、技術、どうやったらポイント取れるかなとか、そういうことを話したいってことですね。そうね、そうする方が効率いいよね。どうやったらゲーム取れるかなとか、ポイント、そのセット取れるかなとか、打ち方とか、そのなんかフォーム気にしたりとかの方になんか意識がいってる感じがする、しますよね。まあ行き過ぎてる、まあだから難しいっすよね。こう打ったら、こう動いたらこうボールが行くのか、こんなボールを打とうと思ったらこう動くでしょうなのか、ね、まあ両方アプローチしてもいいと思うんですけど。そうね、どっちでもいいもんね。だからまあどっちも理解しなきゃいけないし、だからその辺をコーチからのアドバイスを素直に受け入れてほしいですね。あとはだから不確定なものは相手のボールにもよるし、ね、そのそれが結構偶然的なもの、だからこうやってこうするって思っててもそうはならない場合が多いから、だからまずさっきのだからたけしの話なんだけど、こう子供たちに60分でここまで全部教えようっていうのが理想なんだけども、ベッキーみたいに、もう50点60点 5割6割ぐらいいけばいいやっていうもので、それがベッキーもそうしてると思うけど、そのそれが100項目だったとしたら、ベッキーこっちは200項目用意してて、で 50%、60% だったら100じゃん。だからやってることは一緒なんだけど、その100教えるわけ。だけどその準備、予測が自分と相手とやっぱ見えるっていうのは結構なやっぱ経験値が必要だよね。だからそうするとやっぱりスクール生さんたちもそこまでの経験がないとしたら、僕たちがそれをベッキーこっちが先言ったように、こっちが先なのかこっちが先なのか、どっちも大事なんでね。だからどっちも経験しないと、そのスクール生さんたちはもしかしたら見えないのかもしれない。でそうするとこっちがさっきの用意したもので、生徒さんたちが、選手たちがもっと早く行動が変われば、効果は高いよね。だからそういうのを作りましょう。はい、はい、準備をたくさんしていくっていうこと。そうよね。はい、コーチたちもね。はい、はい、じゃあこんな感じで終わりましょうか。ね、いいか。こんな感じだよね。コマこんな感じだね。テニスっていいですね。さよなら、さよなら、さよなら。最高、ありがとうございます。